こんばんは。2017年、6月の14日、もう本当にあっという間に6月の半ばになりました。皆様いかがですか？今日は本当に時間が大変遅れてしまいまして、申し訳ございませんでした。チャットの方がね、なかなか私たちうまく使えてなくて申し訳なかったです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。音声の方はいかがでしょうか？届いていますか？はい、はい、チャットの方がね、ちょっと申し訳なかったです。もたもたしておりました。はい、こんばんは。遅くなりました。はい、ゲスト、299番さんですね。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、ゲスト、154番さん、こんばんは。カズさん、こんばんは。ハンドルネームがないとあかんでしょうっていうことなんですが、そうですね、まあ、できたらお名前つけてもらった方がね、番号で呼ぶだけよりはいいかなと思いますので、その方がいいかなと思いますね。できましたらよろしくお願いします。はい、では、そうですね、もう皆様ご覧いただいてましてありがとうございます。はい、そうですね、7593、楽しみにしていただいてありがとうございます。中小さんというものでしょうかね。はい、こんばんは。今夜も、鑑定は楽しみにしていますということで、ありがとうございます。はい、ミサさん、こんばんは。よろしくお願いします。カズキさん、こんばんは。パールさん、こんばんは。よろしくお願いします。キョウさん、こんばんは。シロモックさん、こんばんは。カオスさん、ラブ、こんばんは。はい、ゲスト、659番さん、こんばんは。はい、くるまりさん、マロンさん、はい、そうですね、アプリコットブレーンさん、こんばんは。よろしくお願いします。ゆうひんさん、こんばんは。はい、ではね、まずこの画面の方には、今日のスカイプで、回答してくださる方々が今もう映ってるかと思うんですけれども、チャットで今日出てくださる方のご紹介からしていきたいと思います。チャットでは、はい、関東からアプリコットブレーンさん、ですね。はい、ヒーリングは全体を良くするエネルギー体のヒーリングを中心にエネルギーを流させていただきますということですね。はい、沖縄からはジョイ・ケイコさん、ケイちゃんが見るあなたの神秘の過去性ということで、はい、過去性にまつわることを教えてくれます。はい、9時からなんですけれども、9時からは大阪市弁天町というところからガイアの女神シャンさんですね。はい、縁結び愛活ということで、神聖地球からのヒーリングメッセージ、神聖地球からのヒーリングメッセージをお伝えしますということですね。はい、では画面を、はい、スカイプの方に切り替えたいと思います。では左端の、そうですね、沙織さんからよろしくお願いします。あ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと、待ってくださいね。はい、じゃあ、はい、沙織さんです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日も数秘&カラーをやらせていただきます。西暦の生年月日とお聞きしたい内容を具体的にお知らせください。その方の長所や生まれる前に決めてきた特徴、強みなどをお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今ね、沙織さんの横にこのカラーボトルの写真もこう貼り付けてあるんですけれども、まあ、この中で気になる、色などをまたピンときた数字とこの色ですね、言っていただくと、またこちらからのメッセージも、伝えてくださるということですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと、そうですね、はい、では、はい、くるまりさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんは。はい、いつもありがとうございます。今日も皆さんの顔の状態をこちらの骸骨に転写して、そしてその部分に触れていきながら霊気エネルギーとともにヒーリングを行っていきます。はい、目が疲れたとか、頭が重たいとか、具体的なリクエストをくださったらそれに合わせてヒーリングを送っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あとこうちょっとその、疲れた体とか顔とかの、まあ、声とかっていうかね、なんかそういった感じのことも、伝えてくださるので、よりなんか具体的に分かりやすいかなと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、はい、では、
はい、最後、今回で2回目ですね。はい、はい、こんばんは。シャドウ&ナイトのカードを使って、はい、あの皆さんのご質問に1枚引きで見させていただきたいと思います。シャドウナイト、シャドウ&ライト、シャドウ&ライト、はい、影と、はい、あ、ちょっとタロットとは違うカードを使わせていただきます。はい、お名前は何とお呼びしたらいいですか？ユムで。あ、はい、ユム。あ、ユムさんですね。はい、はい、ユムさんということで、ちょっとね、この、今スカイプなので、このお名前がちょっと違うお名前になってるんですけれども。そうですね。はい。じゃあ、ユムさんということで、はい。はい、じゃあ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですけど、皆様、ご質問とかがありましたらどうぞおっしゃっていただいたらいいと思います。そしてね、私の方もできるだけ気をつけて、皆様の、ご質問とかに気をつけてますけど、私言ってるのになかなか見てもらえないわとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、また再度ね、言っていただくといいかなと思います。よろしくお願いします。あ、そうそう、そして私は梶岡あんこです。よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、私も、そうですね、何かスピリチュアル的なご質問とかがありましたらお答えさせていただきます。はい、もともと、普段はね、過去生からのメッセージということでお伝えもしていますけれども、まあ、もし、何かありましたらよろしくお願いします。はい、では、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと鑑定のご依頼があるか見ていきますね。はい、そうですね、はい、そうね、ハンドルネームっていうんですかね、ニックネームみたいなのがあればね、より親しみを感じて、お答えもできるかなと思いますね。はい、あ、そうですね、ミサさんありがとうございます。皆さん今のうちにスピリチュアル、ランキングのボタンですね、押しましょうと言っていただいてますので、ご紹介します。今ホームページをご覧いただいておりましたら、スピリチュアルランキングという青いボタンがあります。そこをポチッと押していただくと、ポチッと押していただくと、はいはい、画面が変わって、スピリチュアル TV が今ね 5位になってますね。以前ね2位とか1位だったと思うんですけれども、はい、またこちらのスピリチュアル TV っていうのをポチッと押していただくと、はい、画面がまた 元に戻ります。こちらでね、ランキングが上がっていくと、私たちのこういった番組も、皆様に、触れやすくなりますので、より一層この番組も、はい、広がりがあっていいということで、ぜひよろしくお願いしますと、なんか、このチャット欄が消えてしまったような気もするんですけど。あれ、ショック。チャット欄が見えないわ。どこへ？いずこへ？という時は、この更新ボタンをポチッと押せばいいですね。はい、じゃちょっと、更新ボタンを押していきます。で、なかなかこちらは、チャットと、この、なので、すぐに、お返事ができなくなってとかしてるんですけれども、皆さん、こうチャット欄見えてますか？見えてますけど、動きがなさそうな感じ。8時23分から動いてない感じですか？そうですね。なんかちょっとチャットシステムがちょっと難しい。指チャットっていうところ。そうですね、ちょっとなんかチャットの方がなんか消えちゃいましたね。なんか
そうですね。では、まず、くるまりさんに、今ね、ねちょっと、そうですね、来てますね。そうですね、この、ちょっとごめんなさい、前の文がどうでしょう。あれちょっと今、なんか、これは全部がちょっと見えない感じ。くるまりさんは、はい、今、パールさんから、こんばんは、はい、風で目がしょぼしょぼします、お願いしますということで、ご依頼が来ていますね。はい、あの8時24分にね、はい、ひよさんからリクエストいただいている、その分からちょっと始めさせてもらいたいので、はいはい、じゃ あのよろしくお願いします。はい、じゃあ、ひよさん、長年首のこりがありますということで、体からメッセージいただけましたらありがたいですというリクエストいただきました。はい、ありがとうございます。はい、首のあたりに手を当てさせていただきました。で、ちょっとね、首が冷えておられるなっていう感じを受け取ったんですね。で、まあ、これから暖かい時期になるんですけれども、やっぱり首の付け根のあたりに冷たい冷房の空気を受けたりとか、それから冷たい飲み物なんかもちょっと体に応えるような感じがしますので、この時期なのであえて首を温めるとか、まあ、首から、そうですね、まあ、喉元のあたりまでちょっと温めるようなことをしてみてください。なんかキュッて硬くなってる感じがするので、温めることで和らぐんではないかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はいはい、温めるとね、まあ、いいし、はい、今本当に私なんかもすごく汗かきなんですけれども、汗をかくと、はい、やっぱ冷えますね。そうですね。はい、で、あと、まあ、そうですね、少し温めていくといい感じですね。はい、なんとなくそんな感じがしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、なんかね、不安なチャットですね出ましたって感じ。今夜もはい、ぜひよろしくお願いします。はい、では、そうですね、ご質問が あればね、まあね、沙織さんはね、いつも何回も出てくださってますけれども、はい、ユムさんはどんな感じの、メッセージかっていうのがちょっと皆さん分かりにくいかなと思うんですけれども、はい、じゃあちょっとチャットの方が見れない状態で。チャット見れないですか。はい、そうですか。携帯だと見えるかもしれないですね。携帯ですか。はい、私もね、チャットは固まってるみたい。ちょっとね、いろいろしてたら少し、出てきましたね、チャットね。はい、和樹さんからね、アプリコットブレインさんへね、金運なでなでのご依頼ですね。カオスさん、はい、アプリコットブレインさんですね。はい、体のヒーリングということで。はい、こまりさん、清高さん、はい、佐藤清高さんですね。はい、よろしくお願いします。ね、おぎんさん、声届いてますか？ありがとうございます。はい、ピーポーさん、こんばんは。はい、そうですね。ちょっとね、これ私も、うまく使いこなせてなくて申し訳ないです。皆さん、よろしくお願いします。チャットの方が人数が少ない上、まだ新しいチャットに馴染んでいません。飛ばしたり抜かしたりはあると思いますが、できるだけ頑張りますということで、アプリコットブレインさんも頑張ってくださっています。よろしくお願いします。はい、そうですね。カオスさんね、今夜も大変遅くなりましたけど、鑑定団しておりますので、皆様どうぞご依頼いただければと思います。じゃあね、ユムさんね、せっかくなので、はい、じゃあ私の、はい、に鑑定していただいていいでしょうか。はい、すいません、MC の、特典でちょっとじゃあお願いしたいと思います。
お願い、どんな感じでお願いしたらいいですか？どんなことでも。どんなことでも、はい。質問していただいた通りに、私もカードに質問して、それでカードが答えるという形なので。はい。なるほど。はい。はい、わかりました。じゃあ、私は8月にね、また、はい、そうですね、沖縄でイベントがあるんですよ。で、はい、私はちょっとじっとしとこうかなと思ってたんですけれども、お誘いがあるともう心がそわそわしてるんですけれども、はい、8月にイベントに出向いていっていいのかどうかちょっと悩んでいるところなので、よろしくお願いします。8月のそのイベントに行っていいかどうか、はい、ということですね。はい、1枚引きで、はい、これはスピリチュアルそのもののカードです。はい、まあ、見ても分かるようなカードなんですけども、はい、もうぜひ行って、ぜひもうあんこさんのエネルギーを皆さんに分けてきてください。ありがとうございます。まあ、ちょっとあまり出歩くとちょっとまた厳しいかなと思ったりとかするんですけど、やはりスピリチュアルの気持ちを持って出かけていくのは良さそうですかね。ぜひ行ってください。どうもありがとうございます。はい、皆様ね、まあ、私はちょっとその具体的な問題があったので、お聞きしてみましたけど、こんな感じで、ご質問していくと良さそうですか？はい、はい、本当にどんな形でも、もう質問通りに私もカードに質問しますので、はい、どういう形でも大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。皆様どうぞよろしくお願いします。じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、お待ちしています。そうですね、このシャドウ&ライトっていうカードですか？シャドウ。はい、ね、シャドウ&ライト。ライトですね。はい、なんかお人形さんのね、カードで可愛らしいですけどね。はい、またよろしくお願い。そう、こんな感じね、ちょっとね、ドキッとするような画像もありますけど、はい、ちょっとね、このチャットがなんか、進んでないような気持ちもややしたりとかして。皆さんチャット読めてますか？くるまりさんどうですか？いけてる？声聞こえてない？はいはい、はい、読めてます。読めてる。読めてますよ。もし鑑定とか何か、はい、ありましたら声かけしてくださいね。あ、声かけ、私に鑑定が、はい、できてたら、できてますよって言ってください。はい、さあ、沙織さんどうですか？はい、ご質問ありますか？はい、今ちょっと準備させていただいてます。はい、 ありがとうございます。じゃ、皆様どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、お一人、はい、じゃあお願いします。はい、8時28分にリクエストいただきましたピノさんと、その前にコノリさんからいただいてるんですけれども、アプリコットブレインさんのヒーリングと重なっているので、また後ほどさせていただきます。はい、ピノさんは頭が重い感じがしていますということで、ヒーリングを送りました。で、初めずっと頭に触れていたんですけれども、だんだん頭というか鼻の あたりに手がいって、で、もしかしたらピノさんは日頃メガネをかけておられるのかもしれませんね。メガネが当たっている部分がずっとこう重たいような感じを受け取りました。で、この目の下のあたり、この辺がこうキュッと固く詰まっているような感じがしたので、この部分にエネルギーを、ヒーリングエネルギーを送って、今かなりこうふわってした感触を受け取っています。いかがでしょうか？と、まあ、ゆっくり今日はこの番組が終わったらゆっくりお風呂に入られて、しっかりと眠ってください。ありがとうございます。以上です。あ、どうもありがとうございます。そうですね、暑い時は
冷えやすいですね、体結構ね。そうですね。最近関西は朝晩がすごく寒暖差が大きくて、はい、ね、そうですね。おかしいな感じがします。ですね、私も沖縄から昨日帰ってきたんですけれども、大阪帰ってきたらなんか寒ってか寒かったです。もう6月のね、もう半ばに近いのにね、ちょっと今年は寒いですかね。なんかね、ええ、感じがしますね。ええ、いちごさんね、いつきさんにご質問来てますけれども、今日はね、いつきさんお休みですのでよろしくお願いします。サンさん結構今ご質問来てますね。はい、はい、じゃあお願いします。ちょっと待ってね。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、ひよさんですね。沙織さんこんばんは。4番の色と隣の黄色が気になります。1968年12月4日生まれです。氏名についてメッセージをよろしくお願いいたしますということですね。最初に、まず、持って生まれた数字とカラーなんですが、ひよさんは、4番のグリーンですねのお持ちの方で、4番のグリーンの方の特徴というのはすごく温厚な方、はい、温厚で、協調性のすごくある方で、争い事とかがものすごく嫌いな方ですね。で、自分の感情を抑えてでも、周りの方との輪を大切にするような方ですね。で、ちゃんと自分というものをそうですね、自分を持っていらっしゃって、無理をしないで背伸びもしないでちゃんと自分というものを堅実に安定して人生を歩んでいくっていう方ですかね。はい、それで、使命と言いますと、そうですね、周りの方に安らぎを与えたりする、まあ、グリーンもグリーンという色自体がそうですね、植物を見るとほっとしたりっていうところがあると思うんですが、ひよさんも、そうですね、そういった部分で周りにすごく安心感を与えるっていうところが使命で持ってらっしゃるかなっていうふうに思いますね。で、すごく努力家な方なので、縁の下の力持ち的な存在の方じゃないかなっていうふうに思いますね。なので、ご自身的にも、すごく主張はあると思うんですが、それよりも人々に、周りの方に、サポートをしたりとか、マネージメント的なところをされると、すごくいいかなっていうところが出ておりますね。で、あと、カラーなんですが、4番ゴールドと、黄色が気になるということですよね。そうですね、カラーセラピー的には何かやりたいことが今終わりですかね。そこについて何かそうですね、明るい見通しというのが出てますね。はい、すごく黄色というのはすごく光り輝く色、まあ、ゴールドもそうなんですが太陽の色の方2色出てますので、すごくこの先何かやるってなると、見通しがすごくいいんじゃないかなっていうのが色に出てますかね。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ゆむさんもご質問来てますけど見えてますか。あ、声聞こえてない、声が。はい、ゆむさん声どうですか。ゆむさんに、牢屋さんから、ゆむさん今日竹内さんという熟年男性と話をしましたが、私が誤解や思い違いをしているのでしょうかっていう質問来てますけど、いかがですか。はい、ね、この牢屋、8時36分ですね。この質問じゃあ、メッセンジャーで送りますね。じゃあちょっと。牢屋さん、違います、牢屋さんです、牢屋さんです。あ、牢屋さん、はい、はいはい、見えましたか。はい、はい、あ、はい、わかりました。はい、お願いします。誤解や思い違いをもうそのままでいきますから、ちょっと答えが曖昧かもしれませんが、はい、
ういう回答が出ました。思い違いとか、どういうふうに思い違いをしているのかにもよるんですが、これ自体は、何か壁と思っていることはそんなに問題がないということなんですね。その思い違いっていうのがすごく自分にとって大問題と思っているのであれば、そんなに大したことはないというふうに受け取っていいと思います。ちょっとこういう答えしかちょっとお伝えできないんですけども、分かりますかね。そうですね、ご質問の内容がちょっと対面セッションではないのでやり取りがないから、はい、多分ご本人分かられてると思うんですけど、井上さんが思われているほど気にしなくていいということですね。はい、もっと簡単に簡単にというか結構ポンといけるはずなんですけど、ちょっと答えつらいですね。そうですね、はい。またもしこれはちょっと質問の内容がちょっと難しいかもわからないですね。でもご本人は分かられてると思いますので、はい、はいはい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他皆さんいかがですか。はい、じゃあ車里さんお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ先ほどの小森さんの目の奥が痛く胃腸の調子が悪いですということで、明日お出かけになるそうで、はい、ヒーリングを送りました。なんとなくこうパワー不足というか、お元気がないような感じを受け取ったんですね。で、ヒーリングをしているときに太陽の光を浴びたいなっていう気持ちになりました。で、こう太陽の光をおでこのあたり、髪の毛の生え際のあたりにこう受けて、でその太陽の光の暖かさが体の芯までこう入ってくるような、そのような感覚をこう気持ちよく受け取っていました。ですので、そういう感じで小森さんご自身もちょっとこう髪の毛のこう生え際、この生え際のあたりから太陽の光が眩しく当たって、でその暖かい光が共にこう体の中にずっと入ってきて、で調子の悪い胃や腸までもその太陽の光がキラ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 と癒していくっていうようなイメージで今夜眠ってみてください。きっとエネルギー補給されて明日にはお元気になられることと思います。そして、明日のお出かけ先が太陽の元だったらもっといいですね。楽しんでください。ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございます。明日はお天気の方どうでしたかね。なんか関西の方はお天気良さそうですね。ねえ、どちらにお住まいでしょう ね。明日はまだ関西はねお天気みたいですね。そうですね、なんか沖縄は結構まだこう梅雨っぽい感じでね、はい、雨かな。そう、昨日も朝本当はね、ちょっとね、湧き水のところとか行きたかったんですけど、朝ちょうど私がその行こうかなと思ってる時間帯は、雷がすごくて、雷と大雨でしたね。9時10時ぐらいになってもう止んだので、あとはねスムーズに行けましたけど、もう昨日すごいです、雷がもうピカ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 。さあ、また湧き水のところに行かないといけないという課題を残してこられたんですか。そうですね、8月行こうかな。はい、なんかスピリチュアルらしいんで、はい、ありがとうございます。スピリチュアルなんですね。なんかね、ちょっとじーっとね、なんかね、うちに入ろうかなとかとも思うんですけど、やっぱりこうね、そわそわしてしまいますね、お誘いがあればね。はい。皆さん行きませんか。沖縄、沖縄へ行きたいです。8月の多分、6、前半、10、10日ぐらいまでの前半やと思いますけど、はい、よかったらご一緒に、ぜひ。
くるまりさん行きそうや。ねえ、沙織さんはあのお子さんがどうですか、夏休みやね。そうですね。ねえ、ね、行きたい。行けたらいいですね。ねえ、いいですよ、沖縄。やっぱり神の島ってね、本当に思いますね、行くたびに。でも皆さんすごい感性が良くて、はい、さあ、あの皆さんいかがですか。はい、はい、できてますか。はい、はい、あ、できるんですけど、ちょっと質問なんですが、はいはい、8時半以降のチャットってもありますか、入ってますか。8時半、ちょっと見れなくて、また止まってるだけなのかしら。あ、あの、32分とか33分とか来てますか。来てますね。とりあえず、じゅんさんを、やらせていただきます。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、はい、ではお願いします。はい、はい、サウルさん、1958年1月3日生まれです。今必要なメッセージお願いしますということですね。で、生年月日から、その、じゅんさんの方の、生まれ持った、色と数字なんですが、9番で、ライムが、ずっと、一生つきまとうであろう、メッセージ的な、色と数字になっております。で、ライムの方、9番の方というのは、すごく根気強い方が多くて、コツコツと、土台を築いていく方が多いようです。人が面倒だと思うことも苦にならずに難なくこなしていける方じゃないかなというふうに思います。で、あらゆる人を、受容して、理解共感することができる器の大きい方ではないかなというふうに思いますね。で、人への思いやりが深いので、人のために何かを与えることで、自分の喜びに変えていくという方ではないでしょうか。で、今の、そうですね、今の状態のメッセージというのが、もしかしたら何か新しいことをされるのかなっていうようなのがちょっと、出ておりまして、これから何か経験を積む必要があるとか、そういった部分のメッセージが出ております。いかがでしょうか。ちょっと細かい、ちょっと内容がわからないので、ちょっとこれしか答えられなくて申し訳ないんですが、はい、何かやられるときはちょっと何か経験が必要っていうことみたいなので頑張ってみてください。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。では、はい、じゃあゆみさんお願いします。はい、はい、お願いします。はい、こまりさん、ね、こまりさん、はい、そうですね。皆さんはじめまして、はい、明日彼に会うんですが気持ちが乗りません。会うと楽しくなりますが、彼にも気持ちなど分かれば教えてください。はい、このカードが出たんですね。このカードは、はい、そういうふうに紳士淑女ってよく言われますけど、そういうふうに振る舞おうとしているっていうカードなんですね。はい、本音をちょっと隠して、もうそういうふうに自分の理想である形で振る舞うっていうのがあるので、彼はまだちょっと様子伺いっていう状態ではないかなと思いますね。うん、これから、どういう人なのかを見ていって本音を言わずにっていう状態ではないかと思います。はい、これからですね。頑張ってください。これからなんですね。これからですね。今様子伺いですね。うん、どんな人かなっていう感じです。あ、なるほど。はいはい、だから自分の本音は出してこないと思います、なかなか。あ、なるほど。はい、じゃあちょっとこうゆったりとした気持ちで接していた方がいいですか。そうですね。いや、向こうはどういう人かを見たいので、ええ、その人への態度、自分の態度をはっきりさせて、好きだったらそういう風な、普通に好きなように振る舞えばいいし、ええ、うん、お友達でいたければお友達風に振る舞えばいいし、はい、というところですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
いかがですか？ご質問、もうちょっと突っ込んで聞きたいとかありましたらね、ご質問の方、もう少し、詳しく言っていただいたら答えやすいですね。ゆみさん、いかがですか？もしもし、ゆみさん。はい、はい。もう少し、突っ込んで聞きたいときは、ご質問の方も、もう少し、していただくと。そうですね、もうちょっと詳しくすると、ちょっともうちょっと具体的にお話できるかと思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ今のはそんな感じですかね、今のは。はい、はい、そんな感じ。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、よろしくお願いします。あ、いかがですか？はい、あ、じゃあ、はい、こまりさんお願いします。あ、車です、ね、はい、車です、ね、はい、なんか間違い、はい、車です、お願いします、はい、はい、はい、パールさんからのリクエストで、風で目がしょぼしょぼしますっていうことで、はい、ま、目にこうやって手を当ててヒーリングさせていただきました。はい、かなりこう暑くなってきたので、そうですね、目っていうだけではなくて、なんか鼻の奥の方とか、鼻からつながって喉とか、なんかもうこの顔全体が辛いというか、こうクシュクシュしてる感じがありまして、はい、でかなりこうたくさんのエネルギーを受け取ってくださったように感じています。そうですね、ちょっと熱があるかもしれないので、もう早く休んでいただきたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ少し、夏バテというか風邪気味ですか？かもしれません。なんか窓とか開けて寝ておられたり、そういうことが、ね、もしかしたらあったのかもしれませんね。あ、なるほど。じゃあちょっと今夜は少し、そうですね、早い目に寝るといいですか？そうですね、はい、暖かくしてっていうか、ちょっとね、寝るときにはお布団かぶるのも嫌かもしれないんですけれども、そばに置いといて、寒くなったらいつでもかぶれるように、はい、してもらって。はい。わ、はい、かりました。じゃあ、はい、はい。はい、お大事にというとこですね。はい、ね、ありがとうございます。お大事に。はい、ありがとうございます。はい。さあ、皆さんいかがですか？ね、なかなかね、このチャットが、なんかこう、もう一つつながりにくくて難しいかな。チャット見れてますか？あ、はい、イムさんお願いします。はい、イムさんお願いします。声が聞こえて、あ、聞こえた。はい、はい、かずきさん。はい、イムさんはじめまして。今現在仕事も恋愛も何か停滞感を感じています。ここから抜け出すことはできますか？よろしくお願いします。ですね。で、出たカードがこちらです。はい、でこのカードが出たということは、ちょっとご本人が周りのことを自分の態度、言葉っていうのがすごく気にされてるんじゃないかなと思うんですね。はい、それが停滞している原因でないかなとお見受けします。なので、普通に自然に振る舞って大丈夫、安心していいと思います。自分の言動、振る舞い、そんな気にすることはないので、普通に振る舞って、安心して普通に振る舞ってください。はい、それで今の状態抜けてると思います。はい、じゃあ安心して、普通に振る舞っていればいいですね。はい、はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ、沙織さんですね。ちょっとお待ちください。はい、はい、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、ごめんなさい。と言いつつ、ミサさんがどこ行った。ごめんなさい。ちょっと待ってください。はい、大丈夫です、ね。あ、はい、ミサさんですね。数秘の宮川先生、誕生日前の成果、関係ないのか分かりませんが、ここ1ヶ月運気が下がっています。誕生日は、回復することを願っていますが、メッセージをお願いします。仕事は何が向いていますか、ということですね。で、1962年、6月22日
チ、カラーは薄いパープルかピンク系でということで、パープルとピンクを、カラーセラピーの方で選ばれたということですかね。あ、ごめんなさい、ちょっと私今お仕事の方も書いてありましたね。すみません、ちょっとだけお待ちください。はい、今低迷してらっしゃるっていうことなんですが、持って生まれた、色と数字というのが、1番で、レッドの方ですね、ミサさん。なのでもともとすごくパワフルな方じゃないかなっていうふうに思いますね。で、1番のレッドと、そう、1番のレッドの方の特徴というのは、すごく普段は活発な方じゃないかな。で、とてもエネルギッシュな方で、一見穏やかそうに見えるかもしれませんが、実はうちにすごくパワーを秘めた方ではないかなっていうふうに思いますね。で、すごく情に熱くて、人に頼られてしまうと、任せてというふうに言ってしまうような人ではないかなというふうに思いますね。で、負けん気が実は強くて競争心がある、それをバネにして、のし上がっていくというような力のある方ではないかなというふうに思いますね。で、6月20日もう少しお誕生日ですね、おめでとうございます。誕生日ですごく運気が変わられるんじゃないかなというふうに思いますね。数比的にも、そうですね、今年の地球の、エネルギーというのがありまして、今年はレッドの年というふうに、一番のレッドというふうに言われていまして、何か、まあ、他の方もそうなんですが、宇宙全体、地球全体のエネルギーとしましては、新しいことを何か始められるとすごくいいというような年になっているみたいなので、で特に誕生日から、ミサさんの場合は6月22日以降、その地球のパワーと、レッドのエネルギー、ご自身の誕生日のエネルギーというのが合致して、何かもし何かやりたいなというふうに思ったことがあれば、それを迷いなくやっていかれた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。その方が、エネルギー的にも、すごく背中を押してもらえる時期になると思うので、すごく成功するんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、向いてらっしゃる、お仕事ということですが、そうですね、使命感ですね、ごめんなさい、ちょっとお待ちください。使命の方は、1番の方は、はい、そうですね、リーダーシップを発揮する仕事や、そうですね、人々を支持するような立場の仕事というのが向いてらっしゃいますね。で、アイデアを企画したりとか、プランナー、実業家、まあ、全員ができるとはちょっと限らないんですが、まあ、トップの方に向いてらっしゃるっていうような、あと体を動かすような仕事というのが向いてらっしゃるかなっていうようなのが、レッドの方の特徴ですね。はい、数比はそんなところなんですけれど、あとカラーの方ですね。カラーの方は、パープルとピンクを選ばれたということで、今の状態ですが、もしかしたら自分磨きを今されようとしてるんじゃないかなっていうのが、メッセージ出ておりますね。で、すごく使命感や役割というものをご自身で、ちょっと心の中で、持ってらっしゃって、そこから前進するといいかなっていうふうに出ておりますね。誕生日以降がぜひおすすめですね。はい、こんなところでしょうか。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、はい、そうですね、ダニさんがね、ハワイからアロハということで、シャドウ&ライトさんに、メッセージお願いしますということで、はい、あと、ヨムさん、今好きな人と今後関係が進展するしますかということでね、これ誰に見てもらいたいっていうのが特に書いてないんですけれども、まあ今このヨム、さんに答えれるのは、はい、ゆいさんかなって、はい、思います。あ、ごめんなさい、はい、はい、その前に、はいはい、まっちゃさんの方、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、ヨムさん、こんばんは。今日付けでですかね、同じ職場になったらちょっといいなと思う、思う同い年の男性がいますが、恋愛に発展しますでしょうか。
ていうことなんですけども、こちらのカード、ごめんなさい、ちょっと このカード、悲しい、寂しいっていうカードなんで、なかなかちょっと発展には難しいかなって思います。ちょっとね、ご期待に沿いなくてごめんなさいなんですけども、はい、すいません。はい、あ、終わりましたね。はい、ありがとうございます。先ほどの、はい、見ていただいた、方も、そうですね、ゆみさんありがとうございます。牢屋さんですね。はい、私が直面している、問題は、そんなに大きな問題ではなく、ポンと進める程度ということで、了解しました。ということで、はい、ありがとうございます。はい、では、皆様いかがですか？はい。またできたら声かけていただけると、はい、あ、はい、はい、くるまるさんお願いします。はい、ではありがとうございます。はい、ゆうひんさんの、左の目尻に虫刺されのようなつぶつぶができています。そしてまた、目頭と鼻の間にポッポッとニキビみたいなのができていますということで、非常に気になられているように感じます。そうですね、ご自身のことをとてもこうよく観察されておられるようで、いろんなこう自分自身の変化とか、体に関することとか心に関することにもすごく着眼されていて、自分自身をよく見ておられる方だなっていうイメージとともに、ちょっと気になることがあると、それにずっと意識が集中されてしまうっていうような心の状態を感じました。それで、実際にできているものに関しては、触らないのが一番いいのですね。で、虫刺されのようなつぶつぶという、違うブツブツっていうことで、かゆみがあるのでしょうかね。もしあまりかゆみが、強くないのであれば、できるだけ触らないようにしてください。で、そうですね。もし赤みとか強いかゆみがあったら、すぐに病院に行っていただきたいんですけれども、そうではないんでしたら、今こう自分の皮膚を使いながら、こうつぶつぶの時をこうもうなだらかに、和らげていくようなヒーリングを送っていきました。で、感覚としては赤みとかかゆみがこう消えていったというか、収まっていったような感覚を、感じましたので、今ゆひんさんいかがでしょうか。そして、目頭と鼻の間のニキビ、ポツポツのニキビ、これももうあんまり気にされないで、触ったら赤みが増してくるとかいうことがあるので、あんまり触らないで、そうですね。なんか多分、なんか、ちょっとしたこう脂肪みたいなのが中に含まれている、プチプチっていうのができているような感じなのかなと思うんですけれども、あんまり触らずに、ちょっと様子を見てみてください。で、あんまり大きなものとか、ポツポツとニキビになるので、あんまり触らない限りは多分かゆみとかもないんじゃないかなっていう感じがします。はい、この目頭と鼻の間のよりかは、目尻の虫刺されの方がヒーリングに反応が強く、しっかりとヒーリングを受け取ってくれたように感じるので、様子を見てみてください。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、先ほどね9時になりまして、ガイアの女神シャンさんもね、チャットの方に入ってられますので、またよろしくお願いします。はい、では、他いかがですか。じゃあちょっと私の方もお一人ありますのでお答えさせていただきたいと思います。はい、にゃんまるさんですね。あんこさんこんばんは。過去生からのメッセージをお願いしますということで、先ほど、にゃんまるさんの、方に、繋がらせていただきました。はい、南の島にて、
板の上に乗って、まあ、勢いよく海の上を走っている姿、多分サーフボードのようなものだと思うんですけど、まあ、青年ですね、日に焼けてね、とてもなんか、すがすがしい感じの、男性ですね、そうとても元気よく走っていますよ、バランスやスピード感覚のある人です、そして今もあなたのそばであなたに働きかけているようですよ、はい、リズムやこう波にね乗ろうよって、進んでいこうよって言っていますよ、大丈夫だよって、そういう感覚は持ってるんだよっていうことで言ってますよ、はい、ありがとうございます。はい、では皆様よろしくお願いします。続いて、いかがですか、メッセージできてる方いらっしゃいましたらお願いします。どうですか、どんな感じですか。まだですね、さあ、はい、ゆむさんお願いします。はい、あ、声が聞こえてないよ。すみません、いちごさんですね、ごめんなさい、いちごさんの、ゆめさんお願いします。私は今別れた人との復縁を考えています。うまくいくでしょうか。で、なんですが、ちょっと先ほどと同じカードが出ました。これ自然と振る舞えばいいですよっていうカードなので大丈夫と思います。はい、復縁、まあ、最初はねちょっととりあえずもう今の気持ちを素直に伝えられたらいいんじゃないんですか。はい、まずそこからだと思います。相手の気持ちはどうかなって心配する必要はないです。自然と振る舞ってください。はい、以上です。はい、どうもありがとうございます。もう自分の、気持ちを素直に表現していくといいですね。そうですね、こう言ったらやっぱりダメかなとかっていうふうに相手の反応を気にする必要はないです。あ、はい、はい、それよりも素直に、表現していくと伝わりやすいということですね、気持ちが。はい、そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、さあ、続いていかがですか。今、皆さん鑑定してくださってる最中ですね。そうですね、本当に、やっぱりこうちょっと、あ、はい、車椅子さんできましたか。はい、はい、お願いし、あ、はい、ヒーリングしながら、はい、お話もしながら、はい、はい、ちょっと前後しますが、はい、ミキさんの、はい、疲れ目、特に右目にヒーリングをお願いできますでしょうかっていうリクエストいただきました。はい、今送っています。いかがですか。どうでしょうか。はい、疲れ目。もう今本当にね、目が疲れている方が、もうっていうかほとんどの方が疲れ目に。目を酷使するような日常生活続いてて、でこれ右目が特に疲れておられるのは、もしかしたら左右利き目ってあるんですけど、右目でものを見ることが多いのかもしれませんね、ミキさん。もしかしたら立っている姿勢でも右肩の方がこう前に出るような姿勢で立っておられるのかもしれません。ですので、そうですね、全身の痛みっていうか腰のあたりの痛みもあるかもしれないですね。もしよかったらどこか近くで
全身をほぐすような整体の先生にかかられるとか、そうやって体の歪みとかをちょっと自分にご褒美時間みたいな感じで与えてあげるのもいいかもしれません。どうでしょう、ね、の感覚が整ってきたような感じを受け取っています。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、ね、あのヒーリングしながらねやり取りができればいいですけど、こちらからのね一方的なあの感じですから、ちょっと、はい、あのあれですね、ピノさんがメガネはかけていないのですが目がとても疲れると感じていました。ヒーリングしていただいて気持ちよく緩んだ感じがしましたということで、ありがとうございましたということで、ありがとうございます。ね、あの私たちもこうパソコンとか携帯とかも目を結構酷使しているかなと思いますからね。はい、ありがとうございます。なんかこうあの、まあヒーリングだけじゃなくて、もし目が疲れた時に何かアドバイスありますか？パソコンとかこう携帯とかそういったもので目が疲れた時、疲れたなと思う時の自分でできるようなことありますか？もう手をそのまんまこう、はい、あのちょっとお椀型にして、はい、でそのままあの当てる目に当てるんです。この手のひらの中に、はい、こう空気のクッション、空気の層みたいなのがあるようなイメージで、はい、その方向の空気のクッションを目に当てる、こんな感じで、はい、しばらくその空気のぬくもりを目にね、はい、感じてるだけでもね、あすごくあのいい、終わりし、あのお手当て、手当てですかね。そうですね、はい、手をこうふんわかして当てるだけでもうだいぶ違いますね。はい、 ありがとうございますね、疲れる方多いと思いますので、はい、いいと思います。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、 あの皆様もあのいかがですか、はい、そうですね、はい、この、こまりさんなんですけれども、はい、じゃあちょっと私で、こまりさん、あのあんこさんこんばんはということで、最近神様の話をする人が周りに多いんですが、私にはあまりよくわかりません。何かメッセージがあるか聞いてから聞いたりするんでしょうかということなんですけど、まあね、あの私もあの、周りの方が結構いろんなね宇宙の話とかいろいろお話ししてくださるんですよ。で、でもあの入ってうんってうなずいた途端にシュッとこうどこかへ行っちゃうなっていうのもあるんです。だから、昨日こう言ったでしょって言われても、全く覚えてなかったりとかするんですけれども、ですからあのそれはあの多分、うん、あのあな、別に今、特にあのちゃんとこうそのお話を聞いたっていうことだけでねいいんじゃないですかっていうことですね。はい、まあ、あとあの、まあ私にはあまりよく分かりませんっていうことですから、あの本当に、あなたが求めていたらスッとね入ってきますよ。で、何かメッセージがあるから聞いたりするんでしょうかっていうことですけれども、まあ、本当にメッセージがあれば、そのお話を聞いてる時にピンときます。特に、別にそれとあの全く一緒のことでなくても、そのお話を聞いてる間にあそうかとかいろんなひらめきがありますからね、無理にねあの、何かメッセージがあるかなないかなっていうふうに思わなくてもいいと思いますけれども、ちょっとあのチャネリングしてみましょうね。あのあなたのガイドはいつもねあなたにこういろんなあのことを知らせてますよということで、あのまああとその、周りの人たちがいろんなことを言ってくださることがもし気になるので少し耳を傾けてね、自分の心に響くかどうかということであの判断していくといいですよ、自分の心を信頼してくださいということです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、続いてよろしくお願いします。できてる方いらっしゃいますか？はい、あじゃあ、はい、ゆみさんお願いします。はい、ゲストの413の方、ね、
今好きな人と今後進展がありますか、よろしくお願いしますですね。あ、これそうですね。で、最初に出たのがこちらのカードです。で、このカードはちょっと増幅するような意味合いがあるので、もう一枚引きました。今日このカードよく出ます。あね、これはまあ自然に振る舞っていいですよって、その周りのことを気にしなくてもいいですよというカードなんですけども、ご自身がなんかすごく気を使ってる感じがします。だからあまり気を使わなくてもいいんじゃないですかねそれによって気を使ってるから気になってこういうご質問になると思うんですけども、本当に自然と振る舞ってください。そんなに気にするようなことはないです。大丈夫です。以上です。はい、ありがとうございます。はい、結構ね、集団というか、たくさんの方と一緒にいると、何かこう引き寄せというか、なんかよく似た感じの方いらっしゃる、私もカード出ますね。はい、同じカード何回も引くことありますからね。はい、はい。うん、まあね、今日もお答えをいろいろさせていただいてるんですけど、そのお答えを聞きながらもね、なんかふと、あ、そうかって自分にもね、なんかこう、なんていうかな、心に響くものがね、ある方もいらっしゃると思いますよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうゆむさん、一応皆さん終わってますか、鑑定今。ちょっと確認します。ダニさんも終わりましたか？なんかね、ごめんなさいね、なかなかね、そう、ちょっとこう、チャットの方がね、うまくキャッチできないんです。沙織さんもね、ぴったりなメッセージをありがとうございましたって、ひよさんですね。ひよさんから。ありがとうございます。はい、お返事いただいてますね。はい、もう一度、録画でメッセージを聞かせていただきますということで、皆さん、録画を見てくださいませ。はい、じゃあちょっと、ね、やはりちょっとこのね、ジョイ恵子さんがね、チャットで書き込みが難しかったみたいで、私とこに届きましたから、ジョイ恵子さんからの、メッセージをこう送りますね。はい、これは、ジョイ恵子さんからですよということで、ちょっと見てください。なんかね、このチャットが、以前のにちょっと慣れてたので、今使いにくいかなと。はい、ジョイ恵子さんから、ミキさんですね。私送ったの、届いたかな、届いてないのかな。届いたかな？ドッキリ。届いたかな？はい、はい、来てるね。はい、できた方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。はい、あ、沙織さん？はい、はい、よろしいですか？じゃあ、はい、お願いします。はい、和樹さんですね。沙織さんこんばんは。まず気になった色は1番です。生年月日1977年10月18日。恋愛、結婚に対しての自分の強みは何でしょうか、よろしくお願いいたしますということですね。そうですね、最初にカラーセラピーの色が、1番の、レッドをお選びですよね。はい、で、そうですね、持って生まれた数字と、色なんですが、和樹さんは7番でパープルを
お選びでた、持って生まれた、ごめんなさい、パープルと、7番が、持って生まれたものですね。で、7番のパープルの方の特徴ですが、そうですね、個性的な方ではないかなというふうに思いますね。で、探求心、何か一つ気になったことがあると詰めて詰めて、どん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 追求していくようなところが、癖というかお持ちじゃないかなというふうに思いますね。で、困っている人がいたら、見て見ぬふりができない、とても優しい方なのではないかなというふうに思います。で、一人の時間というものを大切にされながら自分と対話をして感性をどんどん磨いていかれる方ではないかなというふうに思いますね。で、そうですね、恋愛に対しての強みですが、すごく好きになった方っていうのは、どん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 こうその人はどういう人なんだろうというふうな感じで追求されていくというか、でもそれでも冷静を保つ、相手の方にはもしかしたらすごく、その方のことが好きというものがもしかしたら伝わりづらい方なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。なので強み的なものというのは、すごくご自身的なものに、すごく個性というものが、お持ちの方ではないかなというふうに思いますので、そうですね、自分らしさ、オリジナリティというものを強みに出して恋愛、人付き合いというものを全般的にやられると、その方のすごく強みになったりとか、あとすごくカリスマ的なものっていうのをもしかしたらお持ちなのかなっていうふうに思いますので、哲学的なところ、自分はこういうふうに思ってるんだよっていうところを相手に、恋愛の相手の方とかに伝えられるとすごく惹かれるんじゃないかな、その方はすごくこの人すごいんだなっていうふうに思っていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ご自身でもしかしたら自分の、アピールというものを実は知ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので自分だけのものというものを意識されるとすごくうまくいくんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ちなみに、7番のパープルの方の、すごく相性の合う方というものが、そうですね、3番の、イエローの方じゃないかなっていうふうに思います。なのでスーフィーというのはすごく簡単で、例えば、和樹さんでしたら1977年10月の18日ということで、1たす9たす7たす7、1たす1たす8で、7番ということになったんですが、もしかしたらすごく気になる方がいらっしゃるとしましたら、3番、最後西暦を足してみて3になる、の方がもしいらっしゃればすごく相性が合うんじゃないかなというふうに思いますね。で、その方はすごく逆に冷静じゃなく、すごく楽しい、何かにすごく、そうですね、ムードメーカー的な方で、楽しいのが好きというような感じで、どちらかというと和樹さんとは逆の性格の方が向いてらっしゃる、相性が合うんじゃないかなというふうに思います。なのでもしこれから見つけられるということが終わりでしたら、3番のイエローの方をおすすめしたいと思います。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。3番のイエローの方ですね。はい、はい、あ、ごめんなさい、あとカラーセラピーの方ですね、1番ですねのレッドの方なんですが、はい、ごめんなさい、ちょっと見逃されちゃった、すみません。そうですね、何か、本能というか積極的に何か思ったことを、アピールされるとうまくいくっていうのが、今出てますかね。はい、こんなところでしょうか。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、では、いかがですか。こうね、チャットが止まってしまったりとかするので、皆さんなんか私見てもらってないわとおっしゃる方がいらっしゃるとかもわかりません。よろしくお願いします。はい、こまりさんありがとうございました。
はい、できたら、はい、じゃあ、はい、くるまりさん先に行きますね。はい、はい、お願いします。バンバンのくるまりです。はい全部足して、全部足して、はい、溶けたにした数字が3になるから、はい、はい、そうです、そうです、あ、なんか3番って感じします。私が1人は得しちゃいけないですよね。タイミングで、私が今お送りしたいのが、和樹さんにヒーリングをお送りしたいって、はい、流れ的にはすごいいい感じ。あ、はい、相性はかもしれないです。和樹さんからいただいたリクエストが、少し顔が赤ら顔になっているっていうことで、はい、気にされているようなんですけれどもね、ヒーリングを送らせていただきました。で、そんなになんか熱くなってるなとか、そういうようなこう、まあ、大変っていうような感覚は受け取らなかったんですけれども、もしかしたらお化粧とかされるときにね、パフでちょっとこう強めに強めにね、ファンデーションとかつけるっていう、こう日々の積み重ねがそのようになっているのかもしれません。で、本当に肌ってデリケートで、ちょっとした積み重ね、そういう日常のね、ちょっとした積み重ねでも肌が赤くこう薄くなっていったりしますので、そうですね、私の個人的な感覚なんですけれども、本当に、まあ、なんかプレストパウダーとかではたくぐらいでいいんじゃないかななんて思ったりするんですね。うん、で、まあ、これからの時期、日焼け止めとかそういう、こうきつい薬品のようなこう、そういう成分で皮膚が弱ったりもするかもしれないので、まあ、何か優しく接してあげてください。で、そうですね。和樹さん、結構お肌もデリケートな、こう多分皮膚も薄いような感じがします。ですので、できるだけこう触りすぎないように、いつもこう優しく優しく触れてあげるようになさってみてください。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、やっぱり自分の体には優しくがいいですね。そうですね、はい、そうなんですよ。そしてもともと持ってる力っていうのがあるので、はい、なんかね、私シャンプーも今ずっとお湯でしてて、シャンプーとかも使ってないんですけど、はい、なんかそうやって使わないといけないと思ってたものを逆に外していくことで、もともと持ってるこう潤いを出す力とか、そういったもの達成されるような人体実験中です。あ、ね、なんか最近皆さんシャンプー使わない人多いですね、結構私の周り。あと結構なね、かゆみとかが出たりするので、そう、私もこうちょっと地肌になんかブツッとこう出来物ができたりとかしたことがあって、はい、それからこうシャンプーもちょっと気をつけて、はい、なんかこうちょっとこうなんて天然素材を使ってるようなものに変えてみたりとかしてるんですけれども、はい、今酵母液で洗うとかね、はい、酵母液をつけて洗うとか、なんかそう、はい、お湯だけで洗うとかっていう人が多いなと思ってました。はい、はい、はい、優しく自分を信頼してですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあユムさん、できてましたね、お願いします。はい、はい、はい、月見さんですね、はい、こんばんは、ユムさん、現状より良くするためのアドバイスをいただけますかっていうことです。で、最初に出たカードがこれです先ほども出ましたけども、これ増幅するカードなので、もう1枚来ました、はい、こちらのカードになります。で、こちらのカードはちょっといろんな人と対立したりとか、自分の中でいろいろと考えがまとまらなくて格闘してるとかって、常にイライラしてるっていうような
カードなんですね。で、ちょっとこれぐらいいいかなって思う、あまり良くないけども、まあ、これぐらいいいかなと思うようなことをちょっとしてみたりしたくなるっていう感じかな。と、いやいや、それはやってはいけない、正しいことをしなければいけないと思う気持ちの格闘が見え隠れするので、ちょっと気持ちを落ち着かせる必要があるんじゃないかなと思います。これ2枚で増幅してるんです。ごく日々イライラしている感じがするので、ちょっとゆっくり落ち着いて、お風呂にゆっくり浸かるなり、それこそヒーリングするなりなんなりで、ゆっくりゆったりと気持ちを持っていってください。そうするとまた流れが変わっていくと思います。以上です。はい、ありがとうございます、はい。ちょっと流れが変わるように、ね、していくといいですね。はい、さあ、いかがですか。はい、そうですね、あとね、さっきから時々こう誰に見てもらいたいっていうのがはっきりしない方がいらっしゃるんですけれども、まあそう、もちもちの木さんですね、皆様こんばんは。数日前に思わぬ出費が出たのですが、それがきっかけでお金のことを気にするようになったら、連日のように高額な請求書がどんどん、来るようになりまして、ある意味引き寄せすぎで困惑しております。そんな中、節約する気もなく、ものすごく欲しいものがあります。高額です、ということでね、これは、勝手に請求書が来てるんだったら、間違えて請求書来ていますよっていうことで、それを言うことはできるかもわからないんですけど、まあ、もし出費が高額な出費が続いて、しんどくなったら、いるものを買い物をするときに少し考えるっていうことをされたらいいと思いますし、もし売れるものがあれば売ったらいいし、それでもね、もっと欲しいものがあれば、売れるものがあれば売ったらいいしっていうところで、はい、引き寄せっていうのは自分がやはり引き寄せていますから、これは自分グランディングをして、自分が今どういう状態なのかっていうことをね、するとね、あなたの思うような人生をね、作り出すことができますよっていうのがあんこ流なんですけれども、これをじゃあちょっとユムさんに聞いてもらいましょうかね。はい、いかがですか、ユムさん、カードで。はい、ごめんなさい、実はその前の方もしたんですけど、はい、いいですか。どうぞ、はい、お願いします。ちょっとどっか行っちゃったゲストの方の、はい、すいません、ちょっといいですよ。これね、見つけた時にコピーをして、ワードかメモ帳に移すといいですよ。はい、はい、いいですよ。はい、すいません、ゲストの方のなんとかみーさんだったんですけども、ありました、すいません、はいはい、687みーさんですね。はい、ゆめさん、こんばんは。彼の気持ちをカードで見ていただけますか、お願いします、はい、ということなんですけども、はい、このカードです。これタラットでもよく恋人カードです。だから大好きですね。もう安心してください。はい、いいですね。はい、よかったです。はい、はい、先ほどの方というのは、そうですね、もちもちの木さんですけれども、9時7分ですね。はい、はい、皆さんこんばんは。数日前に思わぬ出費が出たのですが、それがきっかけでお金のことを気にするようになったら、連日のように高額な請求書がどんどん来るようになりまして、ある意味引き寄せすぎで困惑しております。そんな中、節約する気もなく、ものすごく欲しいものがありますということです。また高額らしいですね。もちもちの木田さん、なんか意味があるのかどうかということですよね。そうですね、まあ意味がっていうのと、まあ困惑しているっていう
ことだと思うんですけど、まあ、まだものすごく欲しいものがまたさらにあるということなので、どうすればいいでしょうかっていうことかなと思いますけどね。はい、まず最初にまたこのカード、増幅するカードが出ました、はいはい、次見たときにこのカードなんですね、はい、でこれあの骸骨がいてるんですけども、別に怖いものではなくて、はい、あの切りたいのにどこかあの自分の中で切れてない、気持ちで切れてない、はい、気になっていうようなので、またこれも増幅になるのでもう一枚引きました、はい、でこれがいろんな人の意見を聞いてしまう、なんか言われるがままにやってしまう自分があるっていうようなカードなんですね、はい、なのであのその高額な請求ですよね、はい、あの来た来ただけどうにかしないといけないと思ってしまっているので、また来るんですよ、あこれなんとかしないといけない、また来たどうしよう、あお金が、なんでこんなことになってんねんってこうあたふたしているので、それ自体がなんか気を捨てるような気がしますね。あなるほど、はい、と、もう、そういう、高額商品ですかって、そうですね、はい、高額商品を買ってしまうっていうのでした、はい、そうです、買おうかどうしようかですかね、また欲しいものが、欲しいものができたっていうとこみたいなんです、はい、あの連日の請求は主に税金系っていうんですけど、税金系か、とりあえずカード通りに言いますね、はいどうぞ、あのこのカードを自分の中で後ろめたさとか、なんかあの申し訳なさとか、うん、そういうのを気にしていますかっていうことなんですけど、うん、気にしていることだったらやめた方がいいんですけど、まあそんなに気に、税金のことだったらもう仕方がないんじゃないですかねっていう感じですね、はい、まあ、本来気にしてますか、気にしてるんだったらあのやめた方がいいですよっていうカードなんです、ちょっとあのね、もう一つどういうものなのかがわからないので、そう、なんか税金系とかっておっしゃるんですけど、まあ、税金の請求書が来るんですかね、ちょっと、じゃ あ, あのもう一つ言うと、はい、あの気にしなくてもいいですよっていう、あ、まあ、後の意味が続いてるので、はい、まあ、税金なので、まあ、仕方がないですねということかなと思います。そうですね、ちょっと内容がね、うん、はっきりしないのでこういう感じになりますが、はい、まあ、あの本当引き寄せっていうのは気にすると引き寄せますよね。はい、そうですね。だからまああの仕方ないなっていうことで、まあ、受け入れてしまうと案外そこで終わるかもわからないっていう。そうですね。一応確認する必要がありますよね。うん、あの変な請求書が来たら、うん、あのまあ、警察に確認するなり、あの消費者センターにとかに、それともあの。元の、例えば銀行からだったらそこに返信ではなくって銀行のところに行って、そこでこういうのが来たんですけどっていうふうな形で確認するとか、はい、いうのをされたらいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、ちょっとね内容があのもう少しこう対面だったらできるところが少しちょっとあの分かりづらかったかもわからないんですけれども、そう、まあ、あの本当に自分が必要なあだったら、まあ、あの本当に、ちゃんとこう自分の手元に入るようになりますから、気にしなくて大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ続いていかがですか、クリマリさん、できた、サービさんどうですか、まだできてない、はい、あ、じゃあ車にさんお願いします、はい、シロモップさんのリクエストで、はい、
左頬骨のあたりを4年前に強打されたということで、うん、その後支障はなかったのですが、数日、ここ数日その部分が少し痛む気がしますということでヒーリングを送らせていただきました。で、左の頬骨をこう強打された場合に、その強打されたその、ベクトルがこの後頭部の方に抜けていっているので、まあ、後頭部の方に骨がこう歪んでいると思われます。でその骨の歪みを、反対に矢印を振り直して整えていくというヒーリングをしました。で、結構放射線上に広くその圧は抜けていったと思うんですけど、その後歯奥歯とかに影響はなかったでしょうか。なんとなくこう歯の奥の方が違和感があるような感じがしまして、うん、少しそう歯が歪んだというか歯の位置が変わったのかななんて思いました。で、そうですね、うん、まあ痛みは消えても骨の歪みっていうのはそのまま残っていたりとかして、そこをこう緩めていくことで、また元の健全な形に戻っていくっていうことがあります。いいですか。はい、そうですね、ちょっと本当にこれでいかがでしょうかっていう会話が交わせれば一番、ね、いいんですけども、そうですね、なんとなくこう独りよがり感じで申し訳ないんですが、いえ、ま、受け取っていただけた方が受け取っていただけたかと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ぜひ受け取っていただけると嬉しいですね。ね、はい、はい、では、また続いてよろしくお願いします。はい、はい、続いていかがですか。はい、はい、じゃあ、沙織さん、はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ジャムさんですね。沙織さん、人生の使命、目的、適職についてお願いします。カラーは9番のマリンブルーが気になります。1974年9月28日、よろしくお願いしますということですね。はい、では、そうですね、持って生まれたジャムさんの持って生まれた、色と数字なんですが、4番のグリーン、先ほども出ましたよね。4番のグリーンの方ですね。で、使命、目的というのが、ま、特徴からお話しさせていただきますと、グリーンの方はすごく温厚で協調性のある方ですね。で、争い事がとにかく嫌いな方で、自分の感情を抑えてでも周りの方との和ますというか、そうですね、その周りの方とのやり取りを大切にする、周りの方を優先するというところが終わりの方ですね。で、そうですね、無理なく自分というものをちゃんと持ってらっしゃる方ではないかなというふうに思います。で、そうですね、目的というのが、目的使命感ですねというところが、先ほどもちょっとお話ししましたが、人へのサポートというものを意識されるといかがかなというふうに思います。そうすることで、ご自身が何よりも大切になさっている、信頼感とかいうところがすごく得ることができて、自分も満足できるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、適職なんですが、資格を使う仕事とか、安定的な仕事、あとデスクワークとか、建築や建設関係、自然に関わるお仕事というのが向いてらっしゃるのではないかなというふうに思います。はい、で、カラーセラピーの方で9番のブルーなんですが、そうですね、そうですね、今の状態ですと、人とのコミュニケーションを大切にしてみてはいかがかなというふうに思います。人の話を聞くとか、人に何かを伝えるというところを意識されてみてはいかがかなというふうに思います。そのようなところが色からのメッセージとして出ております。以上です、ありがとうございます。あ、はい、どうもありがとうございます。はい、では
そうですね。じゃあちょっと私の方のお答えということで、リンゴさんですね。はい、あんこさん、人の目が気になりとてもしんどいです。仕事は楽しいのですが、辞めたくなります。自分が被害妄想しすぎなんでしょうか。自分が悪いのでしょうか。はい、リンゴさん、そう一生懸命ね、楽しくね、お仕事をしているあなたと違ってね、仕事が苦しくてしんどくて嫌で仕方がない人から見ると、リンゴさんがね、こうちょっと羨ましく感じるかもわかりませんね。でね、私は本当に、9年間ぐらいこう会社勤めしたんですけれども、まあ、こんな性格なんで、みんなとこうちょっと違うんですよね、なんとなくね、そうすると中にはね、こう私のことをすごくいじめたいっていうふうにね思う人もいるみたいでね、かなりなんかこう嫌味的なことをされたりとかしたかなと思うんですけれども、私はね仕事が必要やったんです。でね、仕事するのも嫌いじゃなかったんです。でね、だから、お昼休みはね、お外に出て、ウィンドショッピングですね、ウォーキングすると肩こりも治るし、すごく目の保養になって楽しいんですよ、私はね。で、まあ、そういういろんなお店があるようなところのに近い職場だったので、休憩時間の50分ぐらいはね、もう本当に歩いたり、まあ、私は会社に時々自転車乗って行ったりとかしてたので、自転車でぐるっと回ったりとかいろいろしてたんですけれども、それがいいか悪いかは分かりませんけれども、まず自分を中心にしましょうね。周りは、本当に、それぞれ、価値観が違いますから、その周りに振り回されないでください。そして、自分が心地よくいるっていうことはとても大切ですからね。まあ、私は、9年間ぐらいお仕事していて、まあ、時期が来たとか、まあ、だんだんとこうね、母の、介護の、方も大変になってきて、点数が足らなくなってきたりとかしたりとかしてる時にね、まあ、会社の方でも、まあ、ちょっと私には無理かなっていうお仕事が回ってきたので、もうこれは限界かなと思ってお仕事を辞めたんですけれども、そうすると次のステージがもうちゃんと用意されていたので、もう本当に悩むことなく次へ進むことができたんですよ。なので、今あなたがお仕事が好き大好きって楽しいって思うその気持ちをね大切にして、被害妄想とかね、もう本当にそういうふうに思う人いっぱいいますから、もう気にしない、もうそういうこと気にしていたらもうこの地球で生きていけないから、ね、自分を大切にして自分らしく生きていくと、ね、その会社はね、そういう、まあ、会社というのは組織ですから、自分のカラーに合うとか合わないとかって一応あると思うんですけども、でもお仕事が好きっていうことを大切にして、ね、いると、その中でまた楽しみもいっぱい湧いてくるし、でまた、仲良くなる人もねちゃんといますからね。自分っていうものをしっかり持っていくといいですよ。で、まあ、いよいよもう合わないっていうふうになったら、ちゃんとねその頃にはね次のステージがねできていますからね、楽しく、毎日こう本当に、どんな時でも必ずいいことがあるので、よかったよかったっていうふうに思ってると本当によかったっていう本になります。これも引き寄せ ですからね。はい、必ずねどんな時でも今日の会社に来れてよかった、お仕事ができてよかった、ね、まあ、お昼ご飯美味しかったよかったとかね、いろんな風によかったよかったっていう風にね、してみてくださいね。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、他できた方いらっしゃいますか。はい、あ、はい、じゃあ車にさんお願いします。はい、はい、はい、ではお二人の方のメッセージをお伝えしたいと思います。はい、お願いします。まず、もちもちの木さんから、最近人の話を真剣に聞くと特にメッセージ、目が痙攣を起こします。何か意味があるのでしょうか、アドバイスをいただけたらということで、まずこの文章を読んで思ったのが、人の話を真剣に聞いているときに自分は真剣に聞いているっていう認識って多分ないと思うんですね。なので、真剣に聞くっていう姿勢を自分がこう客観的に感じているっていうことは、何かこう、とか、ちょっとだけ違うかななんて感じながら、
でもこう一応こう真剣に聞いている自分を客観的に見ているという状況であるときに目が痙攣を起こすっていうことは、もしかしたら本質のところではそのメッセージは私はあまり欲しくないというか必要としないわという状況なのかもしれませんね。ですので、これから人の話を聞いているというときに、なんかもうそんなこと感じもせず自分が夢中になって聞いているっていう状態のときと、真剣さをある意味装って聞いているときとあると思うのですが、そのときに目の痙攣がどのように起こっているかっていうことをこう見てみられると、あ、それが自分にとってどういうときに痙攣が起きるんだなっていうことをご自身で感じられるんじゃないかと思うので、それをお答えとしたいと思います。で、その後の、モリアン新一さんから、仕事でストレスが多いので頭をすっきりしてもらえますでしょうかっていうリクエストをいただきましたので、ヒーリングを送らせてもらいました。いろんなお仕事についておられる方がおられて、で、ね、いろんなストレスの中もうその仕事を担ってくださってるからこそ社会が回るっていうこともたくさんあります。本当にお疲れ様です。で、その、お仕事がね順調に進んで、少しでもこう喜びを感じながらそれに携わっていただけるようなことを、まあ、私たちがこのような形でサポートというかできたらとてもありがたいと思います。で、頭に空気がなかなかこう回ってないなという感じがありました。ですので、イメージとしては頭蓋骨をふわっとこう頭蓋骨 のパズルのようになっている継ぎ目のところをこうちょっと引き離して頭蓋骨をふわっと緩めるようなことをしました。で、ご自身でもやってもらいたいのが、髪の毛にこうふわってこう髪の毛に指をこう落とすような感じで、で、この骨とそれから皮膚と、その皮膚に髪の毛が生えているので、髪の毛を少しこう持ち上げるような感じで、皮膚と骨の間にこう隙間、空気の層を作るような感じでね、わーって髪の毛を持ち上げてみてください。そのようにするだけでも、皮膚が緩んで、で、頭が緩んで、すっきりされると思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。いかがですか？なんかね、私のね、さっきからジョイ恵子さんの、お答えをジョイ恵子さんがこの、このチャットに載せれないみたいで、私が載せてるんですけど、私もチャットに書き込みしてんの載ってますか？載ってないですか？私の書き込みありますか？ある、さっき見ましたね。見ました？ジョイ恵子さんの文を、はい、ちゃんと載ってましたか？さっきから送ってるはずなんだけど、どうもなんか載ってないような気がして、あ、ジョイ恵子さんからっていうのは載ってるけれども、その後の、あ、一つは載ってるけど、その後の文が載ってない。今日もなんか載ってないよな。おかしいな。どうしてかな。そうですね。いちご様に、ありがとうございますということで、ジョイ恵子さんから、はい、復縁の話に一筋の光、希望を持ちながらもなかなか開けない世の中にいて、気持ちが揺れています。困惑の中をさまよい、状況が見えにくい状況にあります。状態にあります。案外自分の視点を移動させてみるだけで周囲にヒントがいっぱいあることに気づくはずです。あなたの心と魂の意見が一致した時に進むべき方向を知ります。朝お日様を見る、もしくは日の出をイメージしながら考えてみましょう。新しい希望、起点、
情熱を感じられますかということで、これはジョイ恵子さんからいちごさんへの、ご回答ですね。はい、ではもう一つちょっとローヤさんっていう方にジョイ恵子さんからですね、はい、ローヤ様ありがとうございます。テントウムシは天への道しるべ、マリア様のご加護を感じます。生きているとようような出来事に遭遇します。違う種類の虫たちも衣服に留まり、いろいろなアクセスがありますが、常に守護されていることを思い感謝する日々をお過ごしください。意識を高いところ、明るいところへと向けて、良き思いを保つように努めれば、恐れるものは何もありませんということで、意識をいい方へ向けていくといいですよということを言っていただいてますね。はい、よろしくお願いします。あ、これひょっとしたら長文、長い文になると、これはちょっと受け取れないかもわからないですね。なんかまたジョイ恵子さんに鑑定がありましたらね、あ、もうでも10時になっちゃった。私の方でまた、お答えを読ませていただきますので、よろしくお願いします。はい、他鑑定できてる方いらっしゃいますか。じゃあ先ほど、ゲスト422さんから、あんこさん適所について、見ていただけますか、よろしくお願いしますということで、そうですね、ジョイ恵子さんはたくさんの人の前に立つっていうのがね、見えてますね。まあ人に何かを教えたり、まとめたりっていうのがね、得意な方ですよということで、なぜならたくさんの人々の中の一人一人の能力、またはそういう、そうですね、能力とか特性とかそういったものをね、あなたには見抜く力があるそうですよ。そしてその人たちに、適切な、どういうのかな、教えであったりとか、ま、音楽のこう指揮者をしているような姿も見えるんですけれども、そういう、こう全ての方のいいところをちゃんと、受け取って、見ていくことができる方ということです。何か参考にしていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、では、皆さんいかがですか。もうそろそろ、鑑定は終わってみますか。じゃあ、あんこさん、はい、じゃあお願いします。最後一人、はい、はい、にゃんまるさんの、はい、肩から上の歪みがいつも気になってすっきりしませんということで、はい、ちょっと今から送りますので、はい、受け取ってください。ちょっと説明とか言葉はないかと思いますけれども、はいはい、上の歪み、うーん、右肩の方が前に出ているのかな、鎖骨が、左の鎖骨が詰まっている感じがあるので、はい、そうですね、にゃんまるさんご自身でも、鎖骨のあたりに手を当てて、ちょっとこう、多分ちょっとこう、左肩が入っちゃう、右肩が前に。うん、鎖骨の左の鎖骨をね、撫でたり、先ほど目に当てるようにお話しした、はい、手の中の空気の層のぬくもりが左の鎖骨に届くようなイメージで、左の鎖骨をね、優しく手を当てているということをしてみてください。また引き続きヒーリングは続けておきます。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、今日ちょっとね、始まりが遅くなってしまってすいませんでした。そしてね、先ほどね、ジョイ恵子さんにね、からミキ様へメッセージがあったんですけど、ちょっとね、途中でね、切れてしまいましたので、もう一度ミキさんへのメッセージお伝えしますね。2070年ほど前にイスラエルの北部地方で共に、暮らしていた男性、麦や果実を栽培し、羊や馬を飼育していました。はい、そうですね、ブドウも植えていたので、毎年ワインの、貯蔵もしていました。父、課長制度の
はい、社会で彼はあなたの意見に耳を傾けて聞いてくれました。よく協力して家庭を運営し、静かな喜び幸せがありましたということです。はい、申し訳なかったですね。ちょっと、長い回答ができなかったみたいで、はい、では、またそうですね、ミキさんよろしくお願いします。はい、今日はね、本当に皆様ありがとうございました。はい、ではお一人お一人、そうですね、近い、何か告知がありましたら、ご紹介していきたいと思います。じゃあ、沙織さんお願いします。あ、はい、ありがとうございます。はい、6月22日木曜日に、千葉県柏市にあります、夜カフェフロッシュさんで、13時から17時半までと、6月の25日日曜日に、埼玉県南越谷にあります多国籍ダイニングパンギアさんにて、11時半から14時半までカラーセラピーを行います。もしご興味のある方はぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。以上です。はい、どうもありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ということで、ね、はい、では、くるまりさんいかがですか。はい、はい、今夜もありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、今私がこのような形で遠隔でヒーリングとかをしているようなメニューを盛り込んだ道しるべカウンセリングっていうメニューを持っているんですが、スカイプ越しでこの道しるべカウンセリングを受けてくださる方に対してのキャンペーンをただいま行っております。またそちらのブログの記事をチャット欄に貼り付けますので、ご覧いただいて、ご興味ある方はぜひ受けてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スカイプとか、でセッションができますよということですね。はい、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、では、はい、ゆいさん、違うね、ゆむです。ゆむさん、ごめんなさい、これがね、どうしてもね、ちょっと、はい、ゆむさんお願いします。あ、はい、特に今月は、はい、何をするっていうのはないので、はい、はい、ありがとうございました。はい、ユムさんね、本当に、こういうカードもスカイプとかでもセッションしていただけるんですよね。そうです、今ちょっと今それをするのにどうしたらいいのかっていうのをちょっと検討中というか構築中なので、はい、もうしばらくお待ちくださいというところですね。そうですか。はい、まあ、今日は、はい、本当に一方通行なのでね、質問をして、ただ答えてもらうだけなんですけれども、まあ、このカード、はい、本当に結構正直に、まあ、きめ細やかに答えてくれますね。はい、はい、道しるべというよりもあなたの今の気持ちはどうかということの方がまず出てくる感じですね。はい、でそれを忘れない、まあ、忘れていない限りは無理でしょうということも時々ありますね。あ、なるほど。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私の方からも、ちょっとご案内です。はい、今日もありがとうございました。そしてね、そうですね、15日、明日ですね、明日の朝8時から、スピリチュアル TV の方の8時から、健康クリエイター万能酵母インストラクターの吉澤直美さん、今回もう6回 の, 出演、参加になるんですけれども、はい、メディカルアロマで、美味しく健康にということで、家庭の救急箱の化学物質、家庭の救急箱ということと、化学物質にさよならしましょうということですね。頭痛、捻挫、肩こり、腰痛、そんないろんなケア、痛みの緩和、再生能力を高めるし、天然なので副作用がないよということで、これから特に気になるニキビやおでき、足の裏、魚の目、タコの目、足の匂い消しなどの
対処方法などをね、お伝えいただけるということです。明日の朝8時によろしくお願いします。それからですね、19日の月曜日ですね、月曜日は、玉那覇勲さんの、そうですね、フルートの演奏と、またカラー、セラピー、カラーヒーリングっていうような、カラーリーディングですね、ということで、またお話や、鑑定もしていただけるので、ぜひまた、6月19日の朝もよろしくお願いします。まずは明日の朝よろしくお願いします。そして本当に今日は皆様ありがとうございました。はい、今日も本当に、はい、ありがとうございました。チャットの方でも、そうですね、ジョイ恵子さん、そして、そうですね、ガイアの女神、ショウさんですね、あと、はい、そうですね、アプリコットブレインさん、本当にありがとうございました。またね、来週も、させていただきますので、ぜひまた皆様どうぞよろしくお願いします。今日は、はい、本当にありがとうございます。じゃあちょっとお待ちください。お待ちくださいね。また今日はちょっと、そうですね、満月、先日の満月だったので、満月をちょっと、ちょっと待ってください。ね、満月をこうちょっと見ていただきながら、皆様と、お別れしていこうかなと思いますけれども、よろしくお願いします。ちょっと、本当に皆様ありがとうございました。ではよろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。